放送された状態のフェレロロシェ放送から出した、フェレロロシェフェレロロシェは、イタリアのチョコレートメーカー、フェレロにより製造されている丸いチョコレート菓子である。1982年に登場したもので、ローストした丸ごとのヘーゼルナッツを薄いウエハースに、くるみ、植物油を含んだヘーゼルナッツクリームで満たして、ミルクチョコレートと小さく刻んだヘーゼルナッツで包んだ菓子である。 この歌詞は1個あたり73.6キロカロリーを有し、金色の紙に個別包装されている。ロシェという名称はフランス語で岩を指す単語から来ている。これはルルドにあるローマンカトリック教会の聖域となっている洞窟にちなむものであり、フェレロのオーナーであるミケイレ・フェレロの信仰心を反映している。さらにミケイレ・フェレロの母やピエラ・ロシェという名前であり、 これにちなんでいたとも考えられる。フェレロ社は、ヌテラ、キンダーサプライズ、ティック、タックなどの製品も生産している。アレルギー情報、ミルク、ヘーゼルナッツ、グルテン、大豆を含む。すべての販売国で、フェレロロシェがパーティーや公的な催しで、お客がホストに供されているところを描いた広告キャンペーンが行われている。フェレロロシェは、伝統的にクリスマスや、 新年のお菓子とされ、冬のみ、フェレロロシェを販売する戦略を取っている国もある。1990年代の英国において、ヨーロッパから来た大使皇帝でのパーティーをテーマにした広告シリーズが打たれ、このキャンペーンはそれ以来しばしば大衆文化においてパロディ化されている。最初に英国の俳優であるジョナサン・キッドによるボイスオーバーナレーションで大使のレセプションは、 ゲストの心を捉えるホストの洗練された趣味で世間に鳴り響いていますという説明が入る。パーティーのお客の間をピラミッド型に積んだフェレロロシェを乗せた銀盆を持った羊が回るというイメージはお決まりのものとなり外交一般のステレオタイプとして広くルーフするようになった。イタリアの広告を英語で吹き替え大衆的な顧客に対してフェレロロシェを 顧客の憧れをそそるブランドとして提示する、マーケティングが行われており、この広告の社会経済的なターゲットについて、特にもっと大衆的な顧客に対してこれは、幾分か、侮辱的なのではないかということについての議論が、発生した。A ブリリアントイデア、フェレロロシェ、WORDREFERENCE.com、ロシェハト、ロシェトラダクション。 ディクスヨネアフランセダッシュ a n g l a i s w o r d r e f e r e イ c e c o m 2 0 1 5年12月30日閲覧ヌルニイタリアフェレロザモーストフェーマスプロダクツ2015年12月30日閲覧ヌルニイタリアフェレロ .com2015 年12月30日閲覧ウッドゾーイ ファミリービハインドフェレロロシェリンクト 2D ルウーズキャドバリーザガーディアン http www.tguardian.com ビジネス2009ノベンバー17フェレロロシェキャドバリーディールアライアンス2015年12月30日閲覧クラウザー、ジョン、ユーアスポイリングアスミスターアンバサダーザットラファブルフェレロロシェアドバートワズント エイ映像クアットオール、イットアズザイタリアンズアイディアオブスタイルクラス。デイリーメール、リリーブド8オーガスト2015、ウィリアム・クック、ユーロチック。ニューステーツマン。2009年10月30日閲覧。ありがとうございます。